かっていうとね、通天閣があるんですね。ぜひね、大阪の住民としてはね、行っとかなきゃならないところなんですね。通天閣のところにあるうどん屋さん、有名なところなんですが、ここを食べに行こうと思います。ちょうどね、新世界なので、新世界の、通天閣見ますね。音楽が流れます。環状線、これはね、ギャンブルの街でパチンコ屋さんが多いね。ここをまっすぐ抜けると通天閣なんですね。あ、何があるんだろう。すごいね。東京の大江戸の下のあたりと比べ物にならないぐらい。うわ、すごい。泊まれるのかな。確かね、9000だったかな。一回泊まってみよう。宿泊できない雑魚寝みたいな感じで。世界の大温泉。おお、これは。目の前が、あれです。新世界っていうか、新世界って何つう名前なんだ、通天閣。すごいね。これ階段気をつけないな。横綱ってあれラーメンじゃないかな。わあ、それに比べてこれ廃墟があるんだね。こんなところに。横綱、ビリケンだ。ビリケンが相撲しとるとして串カツ屋さん、この辺はね、ほとんど串カツ屋さん。
好み焼き。はい。明けない夜はない。止まない雨はない。うわ、すげえ感だ。マグロの一本釣りだ。マックがある。着きました。確かに天井に絵が描いてたんだからな。全部串揚げ屋さん。すげえ。ほら、絵が描いてで、今度ね、こう滑り台ができた。作ってるね。そう、滑り台。滑り台が。滑り台作ってんだよね。これ地下2階まで降りると、うわ、これは、乗れねえ。乗れねえな、そう、ここ。ここが有名なんですね。そう、ここの、ここを、ここで食べないとダメ。うどんそば170円。170円。じゃあ、うどんそば170円説明します。刻みそば、はい、うん、210円。はい、はい、すいません、お願いします。はい、はい、はい、どうも、はい、ではでは。
このまま、日本橋の方から帰ろう。こちら。タバコ、路上喫煙、部屋になってるわけじゃない。ここから見上げるとすごいんだよな。あ、じゃあ来た。あ、すごい立派だよね。